量産としては、世界初の可変圧縮比エンジンを搭載する、インフィニティ QX50、米、ワーズオートワールドし、10ベストエンジン2020選出。可変圧縮比エンジンとは、圧縮比を変えることが可能なエンジンである。エンジンは、圧縮比が高いほど熱効率が高くなるので、圧縮比はなるべく高めることが望ましい。しかし高くしすぎると、ピストンが上昇している途中で、 混合気が熱くなりすぎて、点火プラグで火をつける前に、部分的な爆発が起こり、エンジンの異常な振動が発生するノッキングが生じてしまう。そのため従来のガソリンエンジンの圧縮比は、通常10程度だった。しかし、ノッキングが生じやすいのは、途半時や加速時等の高負荷時に限られ、低速での走行時のような低負荷時には発生しにくい。低負荷時には、 圧縮比を高く、高負荷時には低くすることができれば、ノッキングを抑えつつ熱効率を高めることができるが、これを実現したのが、可変圧縮比エンジンである。可変圧縮比のアイデア自体は、1920年代に、イギリスの内燃機関技術者のハリー・リッカルドによって、最初に考案された。しかし、彼のアイデアは当時は、技術力が追いつかなかった上、その後、ガソリンエンジンは、 ガソリンのく単価を調整してノッキング対策を行う方向に向かったため自動車工学会でも長年忘れ去られていた。1999年にはヤマハ発動機が可変圧縮機構を取り入れたにストロークディーゼルエンジンである SD エンジンを開発した。サーブが実験用エンジンとして研究を進めていたソブベリアブルコンプレッションエンジンでは エンジン内部の燃焼状態に応じて直接的に内燃室の容積を変更して圧縮比を変える機構が用いられている。サーブはこの研究をさらに進めてガソリンエンジンでありながらディーゼルエンジンに普遍する燃焼効率を持つエンジンを開発することを目指してオフィスオブアドバンス a オートモ Automotive t という研究機関を立ち上げ日産、ボルボ、グループ PSA 及びルノーなどが 共同研究に参加していた。日産は2016年に可変圧縮比エンジンの実用化に成功し、2018年に販売を開始したインフィニティブランドの新型モデル QX52 は量産車として世界で初めて可変圧縮比エンジンが搭載された。日産は2025年をめどに現在のエンジンの熱効率を40%を50%へ、 引き上げることを目標としている。ありがとうございます。